株式会社横浜文体代表取締役寺木節太郎様よりご説明いただきます。寺木様お願いいたします。株式会社横浜文体の寺木でございます。よろしくお願いいたします。まず本日は多くの皆様に横浜のアリーナ事業をご紹介する機会をいただきましたこと、改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。横浜市と私ども横浜文体のアリーナ事業の取り組み、簡単ではございますが映像をご用意させていただきましたのでご覧いただければと思います。早速ではございますが映像の再生をお願いいたします。港町横浜、現在横浜都心臨海部が地域の特性に応じて大きく変わろうとしています。その一つである関内関外地区、開港以来の歴史と魅力を有し横浜経済を牽引してきましたが、市庁舎の移転を機に新たな価値を生み出そうとしています。さまざまな拠点整備が進む関内駅周辺地区で、スポーツ健康のまちづくりの拠点の一つとなるのが横浜文化体育館再整備事業。横浜スタジアムに加え2つのアリーナを作ることで、スポーツとエンターテインメントを軸としたまちづくりを進めています。この事業はプロフィットシェアリングなどを導入、民間事業者の創意工夫により収益向上が促され、官民がウィンウィンの関係性で事業を進めることができます。新しいアリーナのコンセプトは文化、人、街をつなぐ。メインアリーナは見るがテーマ、サブアリーナはするがテーマ。そんなコンセプトのもと、サブアリーナ横浜武道館が2020年7月24日ついに完成を迎えました。それに先駆けて開館記念式典も開催、新たな門出を祝いました。横浜武道館の1階はおよそ500席を有し、さまざまな武道に対応できる本格武道場となっています。2階にはスポーツ競技やコンサートなどにも対応するアリーナが、観客席は最大で3000席にもなります。2021年7月にはプロバスケットボールチーム東京エクセレンスがホームアリーナを横浜武道館に移し、横浜エクセレンスとして新始動。2024年4月開館予定のメインアリーナ、観客席は5000席、3面の巨大400インチモニターが目を見張るステージに加え、観客席がアリーナ面を取り囲む劇場型アリーナとなっています。ホスピタリティの高い新たな観戦環境を提供し、多彩なイベントに対応するこのメインアリーナで多くの感動が生まれ、市民を中心にたくさんの人たちが集う新たな横浜のシンボルを目指します。これら2つのアリーナを使用することで大規模なイベントの開催も可能。アリーナを中心とした新たな街づくりは、多様な世代が集い交流が生まれる。スポーツによる新たな価値が街の魅力として根付くよう、官民の力で実現していきます。2年半後、2024年の4月に新しいアリーナは完成します。そして横浜に新しいスポーツとエンタメの拠点が出来上がります。その際にはぜひ皆様横浜に足をお運びいただければと思います。本日はありがとうございました。寺木様ありがとうございました。